SCP-1752-JP は、住所不定の日本人女性です。口述の異常性を除いて一般的な人との身体的な差異、戸籍や経歴における異常は確認されていません。SCP-1752-JP は、高知県内の住居火災現場に稀に出現します。出現、消失の瞬間は確認できておらず、住宅火災現場以外での目撃例も存在しません。SCP-1752-JP は内部に自身の息子が存在する旨の発言をし、火災現場への侵入を試みますが、付近の消防士の制止により、侵入に成功した事例はありません。火災現場から息子と思われる人物が発見された例はなく、SCP-1752-JP の戸籍に息子が存在する事実は確認されていません。SCP-1752-JP の目的、及び異常性に関する調査が現在進行中です。以下は2022年12月19日に出現した SCP-1752-JP に対して行われたインタビューの記録です。対象、SCP-1752-JP。インタビュアー、江村博士。江村博士は警察関係者を装ってインタビューを行っています。また、SCP-1752-JP が興奮状態であったため、精神安定薬を投与してインタビューが行われました。再生開始。落ち着きましたか？なんとか。では、あなたはどのように火災に気づかれましたか？買い物を終えて家に帰っている時でした。そうしたら、家の周りに消防車が止まっていたから何が起こったのか見ようとして。家が火事になっていたと。はい。息子が留守番していたはずなので、避難できているかあたりを探しました。ですがどこにもいなくて、まだ家の中にいると思って。なぜ炎に包まれた家の中に入ろうとしたのですか？もう頭が混乱して、何が何だかわからなくなっちゃって。息子は無事なんですか？鎮火後もあなたの息子という人物は見つかっていませんし、遺体も発見されていません。そんなわけありません。息子は家の中にいたんです。私のたった一人の息子なんですよ。そもそもあなたに息子がいたという事実を確認できません。ちゃんと調べたんですか？適当に調べただけじゃないんですか？本当はあなたたちが隠してるんじゃないですか？その部屋、そこの部屋に閉じ込めてたりするんじゃ。そんなことはありません。隣室にいるのは警察官だけですよ。加えてお聞きしますが、今回火災が起きた家は本当にあなたの家なのですか？何を言ってるんですか？馬鹿なこと言わないでください。あそこは私と息子がずっと暮らしていた家ですよ。あなたは今回以外にも複数の火災現場に侵入しようとしていましたよね。まさか全ての火災した家屋が息子と暮らしていた家というわけではありませんよね。違う。再度安定剤を投与します。福留警部補、お願いします。福留警部補、エージェント福留、聞こえていますか？違う、息子はいたんです。あの中に。落ち着いてください。違う、火の中に、息子がまだいるんです。違う。落ち着いて。くそ。どうなってるんだ、おい。江村博士が隣室のドアを開くと同時に炎が噴出する。火の中に息子が。まだ息子があの中にいるんです。なんなんだ、おい福留、無事か？おい。助けて、私の息子があの中にいるんです。何を言ってるんだ？いい加減にしろ。SCP-1752-JP は江村博士に掴みかかる。江村博士は転倒し、気絶する。火の中に息子が残されているんです。助けてください。SCP-1752-JP は隣室に入り、その後消失する。再生終了。調査の結果、出火原因は隣室の電気ケトルの漏電であることが判明しました。インタビュー開始前には出火していたにもかかわらず、防火設備が作動せず職員が気づかなかった点など、SCP-1752-JP の未知の異常性が関与していると思われます。また、インタビュー中に呼ばれたエージェント福留に該当する人物の情報は財団に存在しません。